地域にね伝わる、奇襲、ちょっと変わったね、伝承っていうか習わしっていうかね、そういうとこがある場所に行きたいと思います。もうねそれは行われていないんですけど、最後に確認されたのが大正2年とか書いてたかな、文献によるとね、それをちょっと見に行きたいと思いますが、もしね地元の方が誰かおられたらお話も伺えたらなと思います。まあ、知ってる人がいたらいいんですけどね。そこへはね、一度、行ったことあるんですけど、その時はねそんな話全然知らなくてね、通り過ごしてたっていうか、まあそんな感じだったんで、ちょっと今回じっくり調査したいと思います。この先通行止め？あ、はいはい。ここに石を祀った神社があります。なんて書いてんのかな、弁天宮、昭和40何年8年かな、なんとかかんとか社川村、ここはね社川村があったところですね。弁天の宮というねこう自然石を祀った神社があります。じゃあお参りしときます。このね神社を境に、こちらが、牛屋谷だったかな、でこっちが社川、社川の本流ですね。で僕が今日行くのはこちらです。ここから多分徒歩20分か30分の距離だったと思うんですけどね。ここがね牛屋谷です。またの名を牛鬼谷っていうらしいです。牛鬼龍気がね出るという伝説からでしょうね。入り口付近には、こんな感じで通告が書かれています。この道はね通れますけど細いですよと。あとはまあ、一応途中までは剣道だったかな。まあそんな感じです。めちゃ面白いこと書いてるぞ。こらこらゴミを捨てるなバカなやつなんかちょっと五七五みたいな。結構水は冷たい。ルアーはこいつです。ここで釣れないんやな。よし、それでは先へ進みましょう。あ、でも魚湧いてるな。魚の影はありました。お、あそこも良さそう。それでは、釣れませんでしたが、まあ、魚のあたりはありました。何かおるみたいですね。何かはおるんやけどな。ん、なんか鼓動っぽい気もするけど、
結構まだまだ距離がありそうかな。このペースで行ったら日が暮れそう。よし、ちょっとこの辺で一旦上上がります。ちょっとね、谷も険しいし釣りがねできそうじゃないから、この区間上から行きますと。よっ、さあ行こうか。結構暑いな。こっから一旦降りれるっちゃ降りれるか。結構険しいな。よっしゃ、すごい、クモの巣もすごいし。さあ行こうか。わ、エンテイ出てきた。エンテイで釣りしようと思ったんですけど、この水系はね、エンテイの周囲で確か釣りをしたらダメだったと思うんで、ここはやめてね、この上から行きたいと思います。あ、でもこの円って越えられないんじゃない？あらら、円ってまで来たものの、この円って越えられないですね。困ったな。だいぶ戻れってことかな。そこを登るかな。登れんな、これ僕の実力じゃな。まあそこ行けんことはないか。登れるか、登れんか。結構と90度やけどな、まあ、行ってみるか。よし、エンテを越えた。よっ、よいしょ。エンテの上にはね、こんな縁があった。上を行くか下を行くかと思ったんですが、あえて下を行きましょう。よっしゃ、暗い、日が当たらないんでね、結構と暗い。ここにね、石垣の跡みたいにあるけど、これは多分人工っぽいよな。まあ、古い石垣がねずっとありますけども、あそこにもなんか石垣がある。ちょっと見に行ってみるか。うん、蜂がおる。よっ、ここは炭焼き窯かな。結構ね大きくて立派な炭焼き窯です。お、また園庭がある。しかも今度の園庭なんかちょっと大きくて2段とかになってるよ。でもなんか釣れそう、めちゃめちゃ釣れそうな園庭。上もすごいですよ。上もねプールみたいな園庭がある。無理かな、深いかな、ここ。よっ、よし、どうですか、いけますかね。いや無理か、
じだよな。よっ、行けた。よっしゃ。この上なんですけど、僕もちょっと行けないんですけどね、なんかプールみたいになってます。水深は多分50センチとか60センチくらいありそうで、あそこにすごいね、ちょっと高い園庭があります。6メートル、7メートルとかあるようなやつね。道に上がってきました。ちょっと休憩しようと思ったらね、さっきからめちゃめちゃ毛虫に襲われるんですよね。座るとね、いつの間にやら毛虫がね、服の上を登ってきてる。ちょっとここを退散しよう。毛虫とムカデがね、虫で一番嫌いなんですよね。お、さっきの園庭の上、ここは危ない。お、なんか実になってるぞ。あ、これ前食べれんかったやつね。もうそんな時期か。ここは危ない？どういうこと？